戦況は忍び連合が一歩リードだ。四角、他の戦場からも連絡が入ったぞ。キツジ殿率いる第二部隊が敵の殲滅に成功した。すでに次の行動に移っている。そうか、合わせてこちらからも連絡だ。第三部隊のもとに近づいていた敵兵がもう彼らの目の前まで迫っている。戦いが始まるぞ。カカシ、頼むぞ。各自、持ち場に着いたようだぞ、カカシ。ああ。敵はどこまで近づいてるんですか？それを今パックンたちに操作させてる。ただそう遠くはないだろう。じゃあいよいよなんですね。怖がらなくても大丈夫です、坂田さん。あなたは僕が死んでも守り抜きますから。ありがとう、リさん。隠し、感知忍者を中心に戦闘隊を組め。他は12、3、6、9時の方向をカバーしつつ万事の陣を基本としよう。霧と、それにこれは霊気ですか？カカシ先生、これって…ああ、まさかこんなところで再会するとは思わなかったよ、ザブさん。お前がいるということは、あの子もいるんだろう。お久しぶりです、カカシさん。鬼人とヒョウトンの子か。戦うことになるのは分かっていたが、まさかお前だとはな、カカシ。あの橋の上でとどめを食らって俺は地獄に行くはずだった。だが気がつくとハクと同じ場所にいた。おかしいとは思ったが、どうやらここは天国でも地獄でもないらしい。ここは現実の世界、もうお前たちの来る場所じゃないのさ。ザブザ、ハク。おお、大きくなったな、カカシの部下のクノイチ。あの小僧は元気にしてるか？え？うん。ザブザ、お前たちのおかげでナルトは己の人道を見つけることができた。そしてそれをお前らの墓の前で誓ったんだ。その時からブレない立派な忍びに成長した。なら彼はもっと強くなる。カカシ、これから俺たちがどうなるかもう分かってるだろう。この体は所詮操り人間、お前たちの力で俺たちを。話はもういいだろう、そろそろ働いてもらうよ。俺たちを止めろ。ザブサ、カカシさん、お願いします。もう一度僕たちを止めてください。僕の夢はザブザさんの道具としてザブザさんを守りきることだったけれど、こうしてザブザさんも術にかけられているということは、あの時僕があなたからザブザさんを守りきれなかったということ。そしてまた今もザブザさんを守るどころか道具にもなれない。いや、君はザブザを守った。彼が死んだのはもっと別の理由。そしてザブザが君のことを道具だなんて思っちゃいなかった。カカシ、余計なことをベラベラと。ザブザさん。あの時俺は初めて負けた。カカシ。
容赦する。俺はどんな手を使っても止めろ。俺はもう死んだ。人間として死んだんだ。ああ、分かってるよ。ザブザさん、ありがとう。ネガ。来るぞ。戦闘開始。相変わらず強烈な殺気を発生した。さすが。こんなところであの二人と再会するなんて。誰と走ったら、なんていうか。お待たせ。開始。遅い。いや、怪獣マシンの術。よし。これで最後だ。確実にこちらの急所を狙ってくる。油断すれば俺も危ないな。何？